サイエントークこんにちは,こんにちはレンですエマですサイエントークは研究者と OL が科学をエンタメっぽく語るポッドキャスト番組です。よろしくお願いします。ます美術館とか好きですか美術館 いや、正直そんなにね、興味ないんだよね。興味ない。<laughs> <laughs> も会話終わるけど、これ。<laughs> いや、なんかさ、うん、あの、周りにさ、美術館好きな人めっちゃ多いんだけど、てから大体好きじゃな,ああなんか女子ってさ、女子ってっていうか、なんか大体の友達好きじゃない <laughs> まあ男子もそうだけどさ。そうかな大体好きかえなんか私の周りの人みんな好きなんだけど。あ,あ、そう。 さなんかそういう会話とかにさなんかあんまついていってなくてどんな会話するんですよいやんか「まる美術館いいよね」みたいな「ああかる」よみたいなあの週末は美術館に行ってなんかまるまるしたいみたいな「まるまる多くない?」わわかかんんなないいそういうイメージの時に私は「え正直さ美術館って何がいいの?」って言って言ったのえ、なんか そんな冷めた感じじゃなくて、うん、私本当にちょっとわからないからちょっと教えてほしいんだけど、うん、あの美術館の良さって何なんだろうみたいな真剣に言って、うん、ちょっといろいろ教えてもらったりしたいまあ何回かある<笑><笑>それ伝わってないってことまだじゃえだって今も興味ないんでしょういやまあ行ったら行ったら面白いけどあ<ー>、まあ,あ俺もそうだわなんかわざわざ美術館巡りとかするほど興味ないからみたいなああなるほどね でも、なんか自分の好きなタイプの美術だったらまだいいかもしれないけど。うん。なんか、俺もそうよ。くわ分かんないやつとかさ、なんか、ちょっとどうでもいいなって思っちゃう。これの何がいいんだみたいな芸でしょうん。でもさ、そういう風に思うっていうのは多分心が豊かじゃない証拠なくかなって。大体さ、心が豊かな人ってさ、好きじゃんそういう。美術そうそうそう。そういう感性がね。そう、感性高まってる感じ。科学感は好きなんだけどな あだから体験する系が好きだからさ美術館って割とその額縁でさ、うん、ガラス一枚挟んでも見るだけみたいな感じじゃあ,<ー>あたまにあるけどね体験系の美術館もうん、うん、恐竜博物館楽しかったよねまあ,あれ博物館だからねああ<ー>厳密には違うんじゃんまあでも私にとって博物館と美術館って結構同じだな、うん、博物館の中の美術館かなあ大分類として博物館があって その中に、ね、美術館があるの美術館と博物館の一種うん、うん、で美術作品を中心とした文化的なものを展示してるのが美術館でよくよく考えるとなんか絵とか彫刻とかさ、うん、なんで人って作るんだろうって思っちゃって、うん、ああはいはい何ででしょうねうーんっていう話を今日したいああ<ー> <laughs> 深いね深いよっていうのをちょっと考えたくて今回 うん、これまで、割と科学史で、世界の始まりやって、人類の起源やって、次いよいよ、学問の始まりみたいなことをやっていきたいんよね。うんうんうん、おはいはい。で、今回その初回で、芸術の話をするんですけど。お学問の始まりが芸術なんだ。なんかさ、数学とかさ、哲学とかじゃなくて、芸術なんだね。うん、もっと突き詰めて、なんで人ってその、クリエイティブなんだろうとかさ。 ああ。その起源みたいなのがちょっと気になるなと思って。クリエイティブな起源か。そう。気になるね。もうそれって言語とか文字とかより前だと思うね。ああ<ー>。人が想像するみたいなことだから。でも文字とかを使って、うん、言語とかを使って想像するのかと思ってたけど、逆なのかなでもさ、想像力なかったら文字作ろうとかもなんなくない まあ、文字作ろうとはならないかもしれないけど、言語があってからの想像をしてからの文字じゃないいや。だってさ、<や>想像するためのツールがないじゃん。だって言語がなかったら。でもさ、言語なくても絵は描ける。見たものを描いたりはできるじゃん。そうだね。だ言語いらないじゃん。うん。だからさ、先に芸術が来てると思うんだよね。ああ<ー>。そもそも文字の最初の発見された時よりも全然前に壁画とかが見つかってるから。うーん。 そういう意味では先かもねっていう。原始美術みたいな単語があって。いや、まあ文字って割と後なイメージがあるって。多分言語が先だよね。うん、そう。喋ってたのは、あ<ー>まあそれの起源は結構まあいつか難しいって話だけど。うんうんうん。まあ今回はね、とりあえず残ってる絵とかはさ、あるわけじゃん。うん、壁画とかで。うんうん。なんで、世界で一番昔の遺跡とかの話とか。 まあ、<ー>そういうのからなんとなく人の芸術ってこんな感じで始まったんかなみたいな話ですうん、うん、えっと前回は何の話どこまでだったっけ前回はアフリカから移住してきたよっていう日本,あ日本にああ日本にっていう話で,で人がアフリカから出たのが大体56万年前とかそんぐらいの話はは、まあ、ここちょっとふわっとしてるけど 年年代的にはい、うん、そのぐらい数万年前って感じであーなるほどねで今日するのは世界最古の遺跡みたいなやつが1万2,000年前のやつがあったおおあじゃあだいぶ最近になってくる最近でもないけどうん、うん、だいぶ最近の人の文明みたいなのができたのが大体1万年ぐらいって言われてるから大体そこに入ってくかなって感じで今日は文明の話するの 今日はは文明の話ですね。あはい、はいお願いしますえちなみにさ、うん、動物って絵描くの動物は絵描かなくないですか描く動物いる,描く,いる描く動物いるだからとかちょっと今思って猿とかさ <laughs> いや、いなくない記号を使うとかさないんかなあ教えたら描くかもしれないけどねうん、うん、でも自らさ絵描こうっつって絵描かないと思う猿とかが動物飼う時って餌取る時とかじゃんそうだね割と生きるためというか 何かを伝えるために、音を使うことはあるし、表情を使うことはあるかもしれないけど、うんうん、なんか自分以外のところに、文字を書いたり、絵を書いたりみたいなのは、確かになさそうだな。ないよね。猿がさ、動物園でめちゃくちゃ壁に落書きとかしてたら、引かないちょっと。いや、面白くないめっちゃ。いや、面白いけどさ、怖くないちょっと。<laughs> えー、いやいやいや、すげえってなる。いや、なるけど。怖いわ、ちょっと。 うん、めっちゃえこの猿、絵、えー、うまいぞ、みたいな。聞いたことないじゃん。うん、え、でもさ、なんか、猿とかってさ、うん、ある意味、人間の赤ちゃんとかに似てたりするじゃん。なんか、ちょっと似てるなとか思ったりするんだ。<ー>でも、人間の赤ちゃんとか幼児とかはさ、絵描くけどさ、猿は描かないよね。うんうん、描かない。だからそこに何かが差があるんだよね、きっと。そうだね。逆にさ、動物に何があったら、絵とか描き始めると思う。うん、何があったらなんか一つなの 何想像力とかってそういうことああ、そうそうそう。まあ、一つはなんか想像力とかだと思うんだよね。うん。その、生きていくことに必須なことではないじゃん。まああ、そうね。で、ある程度、なんか、気持ちみたいなものがまずないとさ、うん、絵を描く動機もないわけじゃん。ああ<ー>、でも気持ちは持ってそうだよね。気持ちは持ってそうだけど、うんあ、まあでも最低限の条件として一つだから、そういう、なんか、精神性があるというか。ああ<ー>。人として、人というか、生き物として。 うん、僕らに近いようなその感情みたいなのを持ってるかっていうのが一つ。うん、いやでもそれで言ったらさ、持ってない動物いるの。例えばさ、うん、虫とかってさ、どこまで感情持ってんだよね。確かにね、それはわかんない。だってさ、ゴキブリとか逃げんじゃん絶対恐怖心はあるよね。うんまあ、嫌だとかいうのはあるよね、きっと、うん。感情はどこからが感情なんだろうっていうところはあるけどね。うん。でもそれが精神っていうかどうかね、微妙なラインだけど。 いや、でも精神って結構本能から来るところ多いじゃん。あ<ー>あ。ま、さっき言った恐怖心とかさ。欲とか。欲とかさ。うん,うん。そういうのは本能から来るじゃん。うんうん。って考えると、どの動物も持ってるような気もするし、嬉しいとかいう気持ちもさ。美味しいもの食べられて嬉しいとかさ。うん。でも、それを表現、何かに書いたりしてしようって何なのかもしれないね。 の精神とととしててちゃんとできてないと、ね、確かにか嬉しいは嬉しいとして喜んで終わりみたいな、うん、それを何かに残そうとかうん、うん、もう一アクションあるのがもしかしたら精神とかそういうことなのかななんか精神にもすごいレベルがあってかなり本能に近いものもあれば、うん、すごいそういうふうにレベルが高くって表現しようっていうところまで達してるものもあるのかもしれないねうん、うん、まあ確かにねまあそれは一つあるなはい で、まあ、あと、もう一個、こういう、絵を描くとか、うん、そういうことをやる、もう一個条件があると思うんだよね。手先が器用 <laughs> ま、それも重要。<laughs> <laughs> だって手なかったら描けないね。そうだね。手も確かに重要かもしんないね。器用さ。うん、誰かに何かを伝えたいみたいな、そういう気持ち。あ,あ、まあ、でもそれ精神的なことじゃな、ね、い。ああ、精神以外のことか。外部環境的にというか。うん、ああ、安全な外部環境 ああ、まあ、それに近い。まあ、安全とか、うん。あと、まあ、食べ物はもう手に入りますっていう状況であるとか。ああ、まあ、確かに。うんうんだって、そのさ、食べ物なのに絵描いてる場合じゃないじゃん。そうだね。ある程度余裕なきゃね。そう。だから、平たく言うと、暇であることだと思う。ああ<ー>。暇だ<が>。時間ね。そう、時間。うん、これって、なんか、俺はすごい、このコロナ禍でポッドキャストが増えたのにすごい共通してるなって思うんだけど。おお リスナーも番組も増えて、うん、みんな暇になったからやり始めたから、みたいな。俺らもそうだけど。<laughs> そうなんですか君暇だから始めたんですかい、ね、自作時間が増えたから、みたいな。<laughs> そんなこと言ってたっけ,っけインタビューとかでさ、<や>あなたはなんでホットキャスト始めたんですか暇だからって。<laughs> 時間がないと無理だからね、そもそも、うんで。芸術とかも時間ないと無理だと思うね。ああ、はいはい。で、それって大昔だったらさ、 例えばさ、すごい家を転々としてるというか移住し続けてるとかだったらさ、うん、もう結構、まあ、移動しないといけなかったり食べ物常に探さないといけないから、うん、なかなか時間がない、うん、でだから1個なんか定住するようになったのが結構重要かなみたいなあ<ー>今までさホモ・サピエンスが移住していろんなとこ行きますっていう話でしたけど、うん、そこにとどまって定住するっていう話はあんましてないんで、うんうんうん、確かにねまあ定住したから暇になってそうだみたいなのう一つある、うんうん じゃあなんでそもそも定住し始めたのっていうのもあるうんうん何でだと思いますかうーんなんで定住し始めたかまあある程度その場所に食料があるからってことだよねとかまあそういい環境にたどり着いたなんか寒すぎない暑すぎないでずっと定住しとくのにいいような環境食料もあるしいやでもさ、うん、食料いっぱいある状況だったらさ、うん、そこにずっといたらさ周りの生き物はいなくなっていくわけじゃない食べたりしたうん じゃあ移動が必要になってくるじゃん。ゃ農耕を始めたとかそういうことまあ農耕を始めたのも、うん、じゃあなんで始めたのって。コンビないから。うん。まあ食べ物ないからでしょ。うん、ってことは、なんか結構最近までの仮説だと、なんかすごい気候変動が起きてとか、うんうん、でで,でっかい動物が全然いなくなっちゃって、で食べ物もなんか取れなくなっちゃったから、うん、もう自分で食べ物なんとかしなきゃとかで、うんうん、その食べ物なんとか手に入れるうん、うん、ために農業が頑張ったりとか、 したんじゃないみたいな言われてたんだけど、結構最近の研究だと、人って栄養失調が起きたりしたら、うん、歯とか骨とかに影響出て、うんうん、化石にもそれが残って分かるらしいんだよね。ああ、分かりそうだな。うんうん、そうそうそう。で、農業始める前は、別になんかそんなに植えてなさそう。ああ、うん。で、農業始めた後に、むしろ植えてる。うん、ああ、そういうことね。だから、これから言えるのって、 植えたから別にその定住して農業とか始めたわけじゃないかもねっていう。<laughs> だから、まあ、農業はその一気に始まったわけじゃなくて、まあ、徐々に徐々に浸透していったとかやり始めてるわけだけど、うん、まあそこに、例えば気候変動をきて食べ物全然手に入んなくなっちゃってとかは、まあ、そんなに関係なさそうだっていうのが一つ。<laughs> で、関連して、 その、定住がいいのか、うん、放浪がいいのかって話だけど、うんうん、その1960年代ぐらいまで、アフリカのなんか未開の地みたいなところにずっと狩猟採集してた人たちが住んでたらしいんだけど。面白いね。そう。うん、で、その人たちが、なんか社会的にはもうね、数千年前ぐらいの放浪民の人と同じような文化をずっと持ってた。うん、へー って言われてる人たちで、で、ずっと一時的に周りの食べ物なくなったら移動するっていうのをずっと繰り返してて、うん、持ち物全部持ち運びながら移動してずっと暮らしてた人たちがいたの。うん、あその人たちはさ、うん、生活スタイルが昔なだけで、うん、普通になんだろう、言語とかさ、うん、文化ではないな。言語とか、なんか頭の良さとかはしっかりしてるの。あ、普通にあの会話とかはできるらしい。ちゃんと持って、言語もあって。<へー> <laughs> だけど、そういう点々としてる人たちって、うん その結構大変そうじゃん。大変そう。で、実際に19世紀とか、その昔の研究してた人たちって、そういう人たちは、まあ、貧しかったから、うん、そうやって頑張って移動して生活してたんじゃないっていう考察をしてたんだけど、最近の研究だと、別に食べ物がなくて辛いってことはそんなになくて、うん、その移動して、狩猟してっていうのがめっちゃ効率的で、1日2時間から4時間ぐらいしかその人たちは働かなくて OK な生活ね。 だから、それも別に飢えてるわけでもないし、結構豊かな暮らしをしてるああ、なるほどね。ちょっとイメージとは逆じゃん。そうだね。普通に今がさ、農耕によって成り立ってる部分もあるじゃん。まあそうだね、うん。で、普通の人だったらさ、狩猟採取してさ、いろんなとこ放浪したりとかしないからさ、うんうん、なんか今の方が豊かっていうイメージが勝手にあるから、そそそそう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 なんかいろんなとこ放浪するのは、 あんまり豊かじゃないと思ってた。そう。それぐらいゼロベースで考えると、むしろ農業とかをめっちゃやる方がよっぽど重労働だし。うん、確かに。うん、結構大変。大変。っていうのが言えるじゃん。うん。ってなると、本当の初期ってじゃあ別に定住してそんな頑張って働く必要なかったんじゃないっていう。うん。感じしてこないうんうん、うん。そうだね。じゃあなんで定住したんだろうね。そう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 。で、これ結構よく面白い仮説があって、この物質的に 食べ物を手に入れようとか、その豊かさを手に入れるためじゃなくて、精神的になんか変化があったから、定住するようになったんじゃないっていう考え方がある、うん、<laughs> ああ、じゃあ人間の精神のレベルがちょっと上がったってこと進化で、ね。<laughs> そうそうそう。<laughs> <ー>それが定住につながったんじゃないって言ってる研究者もいて。へえ<ー>。なんでこういうこと言ってるのかっていうと、トルコに、その世界最古の文明の遺跡ってあるんだよね。うん。ギョベクリテペっていう、 ギョベクリテペ。そう。おう。ギョペかなギョベギョベクリテペ。ギョベクリテペ。そう。絶対明日忘れてる。<laughs> <laughs> もうね、5分後には忘れてる。<laughs> はい。これトルコにある中、タイコバラの丘っていう意味らしいんだけど。うん、太鼓コバラの丘。 膨らんだお腹みたいな。っっビール腹ってことあそうそうそう。はい、<laughs> みたいな感じの丘にある遺跡なんだけど。はいはい。で、これが結構面白い遺跡で、うんとね、年代としてはね、今から1万2千年前ぐらいにできたって言われてる遺跡で。うん、あの今って、その、世界最古の文明みたいなメソポタミア文明とかあるじゃん、いろいろ。うん、それよりさらに7千年ぐらい古い、ね、このよ、うん。うん。うん、だから、例えばピラミッドとかも結構古いイメージあるけど、うん ピラミッドってたい5000年前ぐらいね、初めてできたの。そっかさらに7000年ぐらい昔なんだよね。超すごい古い遺跡が実はあって、うんうん、まだ全然定住とかしてなかったって言われてるような時代。放浪民だったよね、みたいな時代にある遺跡。じゃあなんで放浪してたのにわざわざそんな遺跡作ったのっての。うんうん、場所固定されちゃうじゃん。うん、でこれ、この遺跡結論から何,何って考えられてるかっていうと、うん 宗教施設だったんじゃないかって言われてる。ああ、はい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 。で、これなんかね、その柱がいっぱい並んでんだよね。うん。でっか柱。で、その近くになんかね、人の像みたいなやつが、うん。なんか並んで置いてあったらしくて。うん、へえ。で、これなんかね、重さ16トンの石を運んで作られてるんだけど、うん,うん。この頃ってまだ車輪とかも開発されてないし、えー。 なんかどうやって作られたのかもよくわかんないみたいな。<laughs> <laughs> だけど、その炭素の放射性の、うん、炭素じゃないかな、これ。まあ、放射性物質の年代測定で12000年前って出てるから、うん、まあそれはあってそうだっていう。<ー>これ結構すごいじゃん。そうだね。これナショナルジオグラフィックのさ、なんかよくわからん例えがよくされるんだけど、うん。なんか地下室で工作用ナイフでボーイング747を作ったようなものだっていう、ちょっとよくわかんない例えが書いてある。 どういうことそれぐらいめちゃめちゃ難しいよっていうのを言いたいらしい。うん、地下室でナイフだけで飛行機作っちゃうもんだよって。あ<ー>この時代にこんなものができてるのはあーあー。なるほどね。<laughs> そうまあ、俺このナショジオの意味わかんないたとえ結構好きなんだけど。<laughs> <laughs> この人相当さ、飛行機マニアじゃなきゃそういうこと思い、ね、<laughs> 確かに、ね。ボーイング好きなんじゃないこの人。ボーイング好きなんか。 うん、で、だから文字ができるより全然前なんだよね、そして。文字できんのいつ文字できんのは、今から5000年前ぐらい。<ー>らそれこそメソポタミア文明とかの時代が初めて文字使われたんじゃないっていう。うん、まあそれよりも全然前じゃん、うんで。そしてね、これ柱にいろんな動物の絵描いてた、うん、<laughs> これ何描いてあったか気になるえ、動物の絵が描いてたんじゃないのあ、そう、動物なんだけど、うん、どういう動物の絵描いてたと思う ゾウ<象>なんで。なんとなく。あ <laughs> なんとなく。うん、ああ。なんかね、一応ちゃんとね、理由ありそうな絵が描いてて、うん、あの、蛇とか、うん、ライオンとか、サソリとか。うん、ああ、そういう強そうなそう、あの、怖いやつを描いてた。って言われてんだよね。うんうんうん <で>うさぎとかじゃなくて、ね。そう、ウサギとかその、パン、うん、パンダみたいな可愛いやつじゃなくて,なくていそ。いや、いたのか知んないけど。<laughs> <laughs> そんなね、ポップな絵は描いてなくて、<laughs> うん、なんかもう恐れてたものを壁に描いてたんじゃないってい。うん、で、中にはなんか、なんつうの、キメラみたいな。うん、もうこの世にいなさそうなやつとかも描いてる。うん、あ頭はライオンで、 胴体はヘビでみたいな。ああ、なんかそんな、たまらんよで、ね、<laughs> 胴体ヘビはマジでちょっとわかんないけど。怖いね。そんなやついんのか <laughs> まあそういう空想っぽいものも書いてて、うん、で、結構この狩猟民族見たのって、結構あの動物とかをその崇拝してる対象にしてたみたいな。とか自然とかね。崇拝してたって言われてるんだけど、まあそれをおそらく、まあなんか壁に 絵としてなんか残してたんじゃないかっていうのが、うん、こう一番最初のある意味作品でこういうなんか儀式とか、まあ、絵描いたりとかちょっと宗教的なことが絡んできたから、うん、そこに人が集まって、うん、そこでで社会が初めててきたんじゃないっていっうあ,あれじゃあさっきの説明では、うん、絵とかそういう芸術が生まれたのは暇になったからだ。うんうん で暇になった理由は定住したからだで定住した理由は何かっていう説明が今ので言うと宗教、うん、まあそうだねとか、うん、そういうことか。って今たどってきたんだけどでまあこれって世界最古の遺跡ではあるんだけど、うん、あの村とかじゃないんだよねうんあの人がそこにめっちゃ住んでたっていう形跡があったわけじゃない、うん、ああじゃあ放浪しながらたまにここに寄っていくみたいなあそう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 じゃないかって言われてる <laughs> うん、じゃあ、村どこにできるんっていう。えー、じゃあさ、それで言ったら逆じゃない、うん、なんかさ、絵ができてから、うん。定住したってことになるくない、うん、絵ができてから、定住した。ああ、まあ、うん、そ,うそうそうそう。うあ、それもさ,っきはさ、かもしれない。さっきはさ、さはさうん。定住して暇になったから、絵ができたって言ったよね。 あそれはかもねって話ね。あ、かもね。うん。そう、芸術ができる条件的なところの一つが暇になったからかもねっていう話で。今の話で言うと、暇だったわけじゃないよ。だって放浪してたから。そこには絵があったっていうだの話。ああ、なるほどね。そう,そうそう。そういう精神の変化があったから、変わったんで、住み方も変わったかもねっていう話。なるほどね。うん。 じゃあ遺跡はあったんだけどそ人が集まって住んでた一番昔のやつだから一番昔の村みたいなこれなんだろうっていうのを見てみるとまたこのね遺跡からね7,000年ぐらい時が経たないとねそういうの見つからないんだよね。それまたトルコの,その遺跡のちょっと近くではあるんだけどまあ一応まあ村みたいなやつあってで一応その見つかったトルコの村は2,000家族。 8,000人ぐらいが暮らしてたっていう村が一応見つかってて <laughs> まあ村の遺跡みたいなの <laughs> <laughs> があってだいぶ多いねそうまあその一応さ骨とかさ、うん、その置いてあったものとかをいろいろ調べてみると、うん、なんかどうやら家族ごとに違うことやってて集まってるだけで、うん、別にみんなで協力して何かをやってるわけじゃないっていうああなんだろ市長がいて で、市議会があってみたいな、そういう感じではないみたいな。ああ、そうそうそう,そう。ただただ人が集まってただけ。そう。うんうん、なんか組織じゃないみたいな。うんで、これなんか村と都市って違うよねって話があるんだけど、村はそうやって集まって家族が暮らしてるけど、うんうん、全体として機能はしてないけど、都市になると、役割分担とかが出てきて、うんうん、あその社会として回り始めるみたいな。まあ、例えば、ランチ、ランチ屋さんしてるところもあれば、 ああ、そうそうそう。みたいな。そう。なんか、靴磨きしてるところもあれば、みたいな。そうそうそう。いろんな仕事ががあって、みたいな。で、それをまとめる人がいて、とかね。そういうのはまだなさそう。じゃあ、なんで集まってんのっていう。まあね。うん。で、そこになんか文化の始まりみたいなのがあったのかもしれないよね。っていうのが一つある。はいはい。何かしら理由がないとさ、人は集まんないじゃん。こんなさ、8000人だよ。確かに。結構でかいよね。あれ、でもそれまではさ、集まって、 てたのでもいや集まってちょっと放浪の時どれぐらいの集団で動いてたか分かんないけどうん、うん、それまでは全然そんな人が集まって暮らしてたっていう形跡はないうん、うん、まあでもなんか複数組はいたのかなよく分からないけどそんな一人では行動できない人間だからまあ一家族とか二家族とかもよく分からないけどそう,、ね、どういう少なくとも誰かとは一緒にいたけどこんな8,000人とか一緒に とかかはなかったんだね、うん、8000人で移動するの無理だよね、多分。そうだね。大 <laughs> 名行列みたいになるよね。さすがに無理だと思うから、一箇所に住むようになったからこそどんどんそこに人集まってきたんじゃないっていうのもあって、<ー>で、一個一説とかから考えられる、その、精神的な変わったことの一つに、うん、死に対する考え方が変わったっていうのがある。どういうことかっていうと、放浪してた時って、例えば、 その山越えたりとかさ。うん。もう川を渡ったりとかさ。大変だけどさ、例えばおじいちゃんとかさ。うん。連れてけないじゃん。なかなか歩けなくなっちゃったりしてたら。うん,うん。で、放浪民の時って、そういう人容赦なく置いてってたらしいんだよね。やば、うん。おじいちゃんとかその動けなくなっちゃった人とか。うん、それは辛いな。うん、そう。だけど、この村になってからは、その家族とかは、家の床下とかに埋葬したりしてた。ほんほんんん。うんうんうん これもちょっとさ、文化っぽいじゃん。で、これもなんかね、一個の大きい家の跡その跡地から、なんか70人ぐらいの骨が、まあ、ちゃんとあの、同じ場所に埋められてるのが見つかってて。どうやらなんか埋葬をちゃんとしてたっぽいみたいな。へぇー。それもなんか動物ではこんなことなかなかしないよね、みたいな。ふんうん、うん。まあそれが一つ変化で。こっからっ。えー、じゃあ、その8000人の村ができたから、うん,うん。 死に対する考え方が変化したことうーんできたからかどうかわかんないそういう生死の変化があったから集まったのかもしれないしあ<ー>さっきの宗教だとさそういう話じゃんどっちが先かはちょっとわかんないけどその集まったからそういう考え方が変わったのかもしれないし、うん、あそれはねどっちが先かわか,かんないそれか変わったから考えが変わったから集まったのかもしれないし、でも考えが変わって 埋葬するようになったからって人が集まるかちょっとよくわかんないけど。でも、埋葬したらさ、うん、多分場所、その場所が大事みたいな考え方もできるからさ。ああ、なるほど、ね。それって定住することにつながりそうだしね。ああ<ー>。みたいない。でもそれにしても、うん、その定住する前の人たちはすごい、うん。冷酷だな、うん。うん。だからもう、普通に置いてったりしてたんじゃないって言われてて、とか、まあでもだ、ある意味俺動物的かなって思うけどね、その輪にはかなってるじゃん自分が生きていくためにさ、 まあね。そう。じゃあさ、うん、1960年ぐらいに見つかったさ、ずっと放浪してた人たちはさ、うん、もう、おじいちゃんおばあちゃんとかをさ、放置してたから。ああ、民族の人たちね。あそうそうそう。わかんない。ちょっとその人たちがどうしてたかわかんないけど、うん、まあ確かにね、でも考え方全然違うような、きっと。その、優しさを持とうみたいなさ、うん、気持ち俺ら今あるじゃん、多分。うん、そういうのもまっさらな状態じゃん。 ってなったら、どうするかなって。でも自分が生きていくためには移動しなきゃいけないわけでしょあ、それが仮、そういう感情を仮に自分が全く持たなかった。<だ>んう,うん、そうそう。だ,だったら、どうすんだろうなっていう。まあ、白状に見えるけど、今の俺らから見ると。うん。まあ、あとそのおじいさんとの関係性もちょっとわかんないけど。<laughs> <laughs> いや、まあ、普通に自分の祖父だと考えた場合は、普通に、普通に考えたら、まあ、なんか大切にしようってなるけどね。あーまあね。 え、でもそういう優しさとかそういう気持ちがあるから人間なのかと思ったけどね。ああ、でもね。社会性がなきゃさ、うん。人間になんないじゃん。あ、まあそうだね。でさ、こっから結構埋葬とかちゃんとしててさ、うん。まあ優しくなってそうじゃん、ちょっと。うん。なんだけど、逆に、うん。この村の壁画には、このね、牛とかイノシを苦しめたりしてる様子が描かれてたりするよね。うん。で、ここから家畜が生まれてる。うん、うん、うん。 か牛とか豚とか羊とかで、この村ができたあたりから2000年ぐらいの間にもう一気に買い流されて、家畜もさ、もうどんどんセレクションされていくわけよ。よりおとなしいやつの方がいいし、みたいなのがどんどん選ばれていって、まイあ,あの、がさ、飛べないけど羽があるみたいな有名な話があるけど、そんな感じで家畜も考えるのをやめてみたいなのになったんじゃないとは言われてて、これずっと。 家畜も考えるのはやめてってどういうことなんか家畜も、もうなんか餌もらえるから、どん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 何家畜として従順になっていったって言われてる。はい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 。とか、植物も、だからさ、米とかもさ、ちゃんと世話しないと生きられない植物だったりするわけじゃん、今って。野生でないじゃん、全部。だからそれも人の介入がめちゃくちゃあったから、今そういう品種がどんどん増えてるよねっていう。なんか始まったのがこれぐらいの時期らしい。うーん。 どんどんちょっと現代に近づいてる感じねじゃあまあ、人間には優しくなったけど、その分自己中心的みたいな感じになって、うん、家畜とか植物には優しくなくなったというか。そう,そう。そう 自分をを大切ににににすするるたたために他の動物を犠牲にするようななった時期みたいなそうそうなんかいよいよ人間だなって感じがちょっと俺はしてくるんだけどこの辺からまあでもそれでもそれまで狩猟採取したもんねうんだけどよりなんか環境側を変えようってう感じがすごい感じられるよね、うん、だってそれまでさそう、ね、そう動物恐れたりしてさ崇拝したりして絵に描いたりとかしてたんだけど、うん、まあそれはあんまなくなってもう。 コントロールしていこうみたいな。コン,いいなコントロールしていこうっていう方になってる。これすごい変化だと思う。まあでもそれもなんか定住と関係ありそうだけどね。なんかう,んう,んうん。放浪できないから、一つの場所で安定して餌得られるように地区ううん、うん。そう買う、ね。そうそうそう。これで定住にまあ向かってって、うん、最後これ村が都市になるっていうイベントが。はいはい。起きるわけね。はいはい、要は分業が始まったりする。はいはいはい。 でこれがさっきからちらほら出て,てたけどこれメソポタミア文明ですよね。うん、村が7,500年前で、うん、そっから2,000年ぐらい経ってこの都市。うん、これはさっき言った農業やったりとかいろいろさ仕事がいっぱい出てくるわけよね。うんうん、だからもう分業しないとやってらんないというか <laughs>、うん、その例えば農業って水必要じゃん。うん でその水があるからこのメソポタミアってこれ本来あの川の間って意味なんだよねギリシャ語で, <laughs> で川の間だから水いっぱいあるから農業やりやすいしいろいろ便利だから人集まってきてるっていうのもあって<笑><笑>で例えばその水をなんか水路みたいなの作ってもっと水いろんなとこにやろうみたいなことをやり始める <laughs> でこれもめちゃくちゃ大変だったらしくてほうほうほう あのね、でもねでもこれ、ね、俺が持ってた水路よりめちゃめちゃもう全然でかい水路作ってんだよね。<ー>こう幅20メートルとか。で、長さ1キロ以上の水路を<ー>、このなんか5000年前とかに作ってん、ね、へ<ー>これね、何千人とね、労働者がいないともうできないレベルの結構すごい作業、ね、そうだね。<路>もうすでに街じゃなきゃそれできないよね。 うん、村の状態から一気にさ、1000人集めてってできないよね。うんうんうん。あ、でもそれぐらいでかくなってた村が、うん、じゃあみんなで力を合わせてやろうとか。うん。まあそういうのもあったんじゃないんですよ。まあでも村の状態では組織はなかったから、うん、そこで何かしらのなんか束ネる組織みたいなのができて、うん、で少しずつそういうふうに機能を作っていくみたいなそうな。そうそうそう。うん で、この時ってさ、今何千人って言ってたけど、うん、例えばね、イラクの南東部にね、ウルクっていうこの古代都市みたいなやつがあるんだけど、ほうほうここの人口が10万人ぐらいいたんじゃないって言われてる。めちゃめちゃでかい。だいぶだね。<laughs> 10万って相当すごい。もうね、結構栄えてて、まあ、ビール作られてたり、うん、であともちろんもう畑もいっぱいあったりしてるんだけど、うんうん ここで初めて生まれた人種というか人たちがいて、うん。これは、専門家が初めて生まれるっていう。いや、まあそりゃそうだよね。だって分業したらさそ、そうそう。何かの専門家は現れるよね。そう。農業だったらもう農業のプロ出てくるし、で、漁師さんみたいな人出てくるし、うん,う,んうん。こういうのってさ、結構専門知識やっぱ必要じゃん。うんうん。だからそういう、 まあ言ったら職人みたいな人たちもいっぱい出てくるし、なんか物作ったりとか。うんうん、結構ね、陶芸陶器みたいなやつも結構見つかってるらしくて。うんで、もちろんビールだったらさ、ビール職人みたいな人がビール作ってるわけ、ね、そうだね。うん。って考えたら結構すごくて。うん。まあいろんな専門家ができた。うん。どんどん今化してくるね。そう。衣服作る人とかね。うんうんうん。う古代のアパレルブランドみたいなのあったんじゃないですか。知らないと。ふぇ。服で 服作る、ね。うん、で、まあそれプラス、やっぱ知識階級が出てくるね。うんうん、うん、うん。まあここまでで、まあ、結構コミュニケーションはもうすでに取ってんだけど、うん、まあ生活のルールとかも重要になってきたりするわけよ。人が集まってるから。だから、 それをなんか物々交換するシステムを監督してる機関とか。金融庁みたいな。<laughs> そう。あと、川の水路作るってさっき言ったけど、それをなんか取り仕切ったりする人とか。うん。なんかもう結構国っぽくなってくるというか、だんだん。そうだね。あとちょっと面白いのが、警察みたいなもんもあったっぽいって言われてて、うんうん。それまでってそういうの全くなかったよね。うんうん。これなんでだと思ういや、ってそもそもさ、うん。 みんなバラバララに生活してたからあーっていうよりかは数百人ぐらいの集団だったら、うん、別に警察がいらなかったらしいねそういうあーなんかもう黙認されてるルールみたいなので成り立っちゃうみたいなってこといやっていうかあの大体みんな知り合いになるっていうううんんんわあるじゃんうん,うん、うん、知り合い同士だったらさ、うん、そんな悪いことしなくないあーそういういことで 数千人とか数万人規模になってくると、うんあの、知らない人が周りにいっぱいいるっていう状況になってくるね。うん、ってなると、なんか盗むとかが起きてくる。意外となんか面白いなと思って盲点だったなと思って。確かに,確かに知らない人がいるから犯罪起きてんのかなみたいな。いや、私自分が犯罪を犯したことないから犯罪を犯す人の気持ちがわからないけどな。うん。犯,犯た俺があるみたいな言い方しないでくい,けない <laughs> <laughs> いや <laughs> 俺もないけど。<laughs> 犯罪を犯す人だったらさ、でもさ、知らない人に対する方が犯罪を犯しやすいかな。でも殺人とかはさ、うん、知ってる人を殺すけどね。あ<ー>そういうのは別か。恨みとかでそうそうそう。あそれもまあ、それはそれであるか。うん、そういうのでもさ、多分さ、100人規模のやつでも多分あったよね殺人とか。でもその頃はさ、うん、100人ぐらいの規模だったら別にもう殺人、うん、犯しても別にいい、いい感じだったから。 わかんないいやダメじゃない <laughs> ダメダメだと思うけどダメだけどまあわざわざ作るほどじゃないみたいなルールをうん,なんか普通にさもう社会的にみんなみんなからなんか制裁を受けるだけで特に何かルールはなくてもやっていけそうではあるよね、うんうん、まあでも確かにそのなんか動物とかったらさ、うん、共食いみたいなの起きたりするわけじゃんはいはいはい だけどさ、それを周りの動物ってそんなとがめないじゃんきっととがめてんのかなとがめてないと思うだよね、うん、それって動物的だよねでも人間だと絶対ありえないじゃん、うん、他の仲間殺すみたいな、うんうん、それも一個精神レベル上がってる感じするなそうだねそれもさっきのなんか優しさとつながるねうんうんうんだから人間がだからこそそういうさルールというかさ殺人しちゃいけないみたいなさ、うん、のが倫理観ができて あだから物を盗んじゃいけないとかそういうのができて、うん、でルールができるのかなまあそうだね、うん、でもさルールできるって言ってもさ、うん、じゃあ誰がそのルール決めるのってなるそうだよね、うんうん、これ誰でしょうあれ町長とかじゃないの町長ああ町長今町だよねああ都市都市のトップあ都市のトップ でもこの都市のトップ決めんのめっちゃ難しそうじゃない最初の都市のトップ。確かに、初め選挙とか言うのなさそうだしな。<laughs> 絶対ないよ。そんな頭いい仕組みないの、きっと。<laughs> ヒントはというか、うん、もうこの時、だから宗教的なことはもうあったわけよね。うん、いはいはいはい。信仰みたいな。うん。ってことは、その崇拝してるものに近い人が偉い。うん、みたいな。うんうんうん。要は、なんかその、一般市民と、うん。神みたいなやつの、うん うんうん、間を仲介する人が、偉いって思われていくわけ。じゃあなんか、昼食さんみたいな。あ、そう、なんか司祭さんみたいな。<ー>みたいなのがおそらくこの当時から出現してきて、で、この時ってそういう宗教的な教会と、うん、今って政治とかってちょっと別物って感じがするけど、うんうん、当時って別にそ区別あるわけじゃないから。そうだねうん、うん。だからそういう偉い人が出てきて、そういう人がルールを決めて、 で、例えばものを配るとか米はこういうものと交換できますとかそういうなんかもう初めてのルールを作っていったんじゃないみたいなへえ<ー>んか宗教のトップであり王様でもあったみたいなっての言われてる、ね。なるなほどね。いやでもさ、そういう組織をさ、初めて作るのってさ、うん いや大変だよね。だってさ、<う>ルール作るのも大変だけどさ、そのルールをさ、うん、どうやってさ、そんな8千人、10万人だっけに伝えるっていうのはあるよね。うーん,ん,、うん。だからそういうのがあってさ、文字がもう必要になってきたりとかっていうところももしかしたらあるかもしれないね。うん、ああ、もう簡単的なつながりっすね、それは。あそうそう。あそうあそ、そういう予定だったそう。え、まあそうじゃん。だってルール作るのって、文字ないと、うん 絶対無理だと思うんだよね。だって。うん、口頭で。そう。伝わるのもなんかあんま正確に伝わらなさそうだし、そもそも10万人って無理だもんね。無理じゃん、絶対。うん、だから、みんなこれ見てねえで、うんうん、みんなこれに従おうみたいなのって、絶対文字が必要になってくる。うんうん、とか、あともう一個必要になるのが、物々交換とかし始めるじゃん。うん、したらさ、これ何個とこれ何個ね、みたいな、計算が必要になってくる。ああ。 文字必要だ。そう。文字必要だし、数学も必要になってくる。うん、算数だけど。はあ、っていうので、当時のその偉い人たちと、うん、あとはさっき言った知識階級みたいな頭の人たちが、うん、こっから文字とか計算する方法みたいなのを作っていくっていう話、ねうん、えー、なんかさ、今だったらさ、うん、それが当たり前にあるからさ、私たちは簡単に、うん できると思うけどさ。うん、でもさ、全くゼロのところからそれ作るのって多分相当大変だよね。いや、めちゃくちゃすごい、カリスマ性もすごいし、その人をまとめるっていうのも。それ,うん、それプラス、それをさ、まとめ上げるルールを、まず何の記述方法で伝えようって考えるのも、うん。頭良くないといけないし。うん、そうね。ん<ー>。全く文字がない時代にどうやってみんなに伝えるかって考える確かにめっちゃ難ずいな。 そう、だから俺これ思ったんだけど、文字な、文字できる前にこんだけ人集まるっていうのも本当になんか、それがまずすごいなと思った。うん。こんな集まる何万人も。あれ結局なんで集まるんだっけ今の話だったら。あ、今の話だったら。あ、宗教的な何か建物とかができて。で<て>、初めは別にそこで住んでる感じじゃなかったけど、なんかよくわかんないけど、だん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 だ住むようになった まあ、その時間が経って、その近くに村みたいなやつが、できていってて、今見つかってる遺跡からだとね。で、そういうのが周りにできていった中で、うん、めちゃくちゃ人集まる都市みたいなのができてきて、うん、っていう感じ。じゃあ人が集まる理由は宗教ってこと宗教か、あとはその、もう村から都市になっていくと、農業とか家畜とかがちゃんとできてくるから、まあ、食べ物そこにいたら手に入るわけじゃん。まあまあまあ。 でも一番初めは宗教。村として人が集まる理由は。うん。じゃないかっていう感じでね。うーん。でもさ、うん、今の日本人とか考えたらさ、うん。無宗教な人多いじゃん。そうね。なんかもう原点がさ、崩れてるからさ。うーん。まあだけど、その後にさ、街とかできたから、だから、都市ができたから、私たちは今抜け出せないと思ってるけど、でももしかしたらさ、抜け出せる抜け出せないか。いや、俺違う。なんか日本、 宗教ないって言うけど、浸透しすぎてるだけっていう見方もできるんじゃないって思うけどね。うん、え浸透しすぎてるどういうこと初詣とかめっちゃ人行ったりするじゃん。うん。あれも別に宗教入ってるって自覚ないけど行く人とかもいるじゃん。うん。それってもう生活になりすぎてるから。うん、ああ、そういうことうん。そう。それもさ、ある種の信仰だと思うんだよね、そういう行動って。うん。でもさ、うん、何かの行事に参加するのとさ、宗教として神様を信じるって。 っていうのはまた神様と様私信じてるわけじゃないけどそういう行動をしてるっていうのは、うん、その根底にはなんかそういう考えとかがあるわけじゃん、うん、本気じゃなくても文化があるわけじゃんまあねだから、ね、根付いてるっちゃ根付いてんじゃないの根付いては絶対いるよねうん、うん、でもそれを信じて宗教として信じてはいないけど、うん、うん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  まあそうだね。だから、ね。それも不思議だよねってことか。それも不思議だし、日本人だったら、日本語使ってる時点で結構、もう、仲間意識あるというか、そういうのもあるかなと思う。同じ文字使ってる、うん、コミュニケーション取れる。まあそ,そ、ね、集まるとかね。から集まるのか、それとも、日本に生まれたから、その文字を使うのか。うん、<laughs> まあねそれの方が大きいけど。うん、まあでも、確かに外国に行って日本人とかいたら、 日本人集まったりするよね多分確かに。それもそうだ。うんうん、それもちょっと似てるのかもしれない。何の話だっけあだから最終的に、うんこう、文字とか数字って必要だよねっていう、<ー>次回、言語の話です。ああ、はい <laughs>、まあ。ちょっと遡るんだけど、<ー>そもそも音声言語が今できてて、うん、そっからその人集まって文字ができるって話じゃん。うん ちょっと音声言語の話も一緒にしたいなと思って。<ー>なんとなく。はいはいはい。オッケーオッケー。え、じゃあさ、ちょっと、いろいろ話して忘れちゃったからさ、最後にさ、うん、まとめてほしいんだけど。うん。え、まず、その、アフリカから前回移住したのが五6万年前だったけど、うん、その後、一番最古の宗教施設ができたのが一番2000年前って言った。っけうん,うん。そう。でで、で そっから5000年ぐらい経った7500年前ぐらいが一番最初に村ができたんじゃないって言ったらその8000人ぐらい集まったよねみたいな。でそっから2000年ぐらい経って今度もっと人集まった都市みたいなのが出てきてっていうところまでね今回は。じゃあ5000年前ぐらいまで。そう本当にだからメソポタミア文明って言ったけど文明が出てきた。 うん。移住とか、さ、放浪とか、うん。施設時から、文明まで、今回、辿りましたね、うん。うん。結構進化してきたね。だいぶね。だいぶね。うん。もう僕らに近いっすよ。もう一緒でしょ。<laughs> 今までの話から言ったら、だいぶ近いけど、<laughs> でもまだ文字ない。ああ、文字ないのまだ <laughs> 文字はない。あれでも最後、文字あるよ、みたいな。あ、文字はだから 作ってくっていう話ね。<え>これから。あ<ー>さあ、文字く。それがじゃあ次の話次は、だから、その、まあ、文字もちょっとするんだけど、まあ、文字以前に、これなんで喋れてんのっていう。うん、まああ。ま、そういう話からして、うん、で、ちゃんと文字ができて、っていうのも一応たどりたいなと。うん、ああ。じゃちょっとまた今回から、もうちょっと前に戻って。あ、そうだね。ちょっと戻って、みたいな。うん、コミュニケーション文字できる、全然前にさ、できてるわけじゃん。うん うん、じゃないとさまず集まんないじゃん人そうだね何かしらの意思疎通ができてないと、まあ、そもそもそうじゃなくてさ分業とかさ都市とかさそう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 ,そう <laughs> 逆によく文字ない時にビール作ってたなとか思うけどまあでもビール作るのは作り方をさ、うん、こうやってやってみたいな教わったらいけそうだけどねまあそっか まあ今でもすごい複雑なことだったら難しそう。例えば、本当に学問。<ー>いや、それこそさ、数学やろうとかなったらさ、もう、文字とか必要だよね。うん、う絶対ないと無理だよね。うん、で今でもさ、識字率そんな高くない国とかもあったりするけど、うん、そういうとこもあるからね今でも。うん、考えたら、やっぱ文字は結構新しいもんだなって感じはするね。文字があるから、こんだけ科学発展してるのは絶対あるよね。うん とということで、はい、まあちょっとずつ学問に近づいていきますけど素晴らしいんじゃないですか。<laughs> 感情こもってない <laughs> 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 はい、ということで今回は以上ですね。はい、あの今回対面収録でしたけど、はい、あの場所を変えてマイクモードも変えてみたんですけどうん,、うん、なんかどうだったかねエアリーサは軽減されたんじゃないかなって思いますけど。 さん反響みたいなそう反響うん,なんかちょっと前まで対面収録ひどいもんだったんでうんうん今回いいといいねいいといいねまあまあまあいろいろ試行錯誤しながらやり方考えていきましょう、うん、そうですねはい、はい、せっかくね同棲してるしまあ確かに、うん、<laughs> 対面収録めっちゃしたいって言われたんで、はい、いやしたいっていうかなんか自分の部屋に行くのが嫌だったので <laughs> そうか。はい。ということで、終わります。ありがとうございました。ババ <laughs> じゃ、もう一回言って。バイバイ。バイバイ。